2019年3月13日夜の7時です。私は今ローシャンガンルーマオタイルーの交差点の付近にいます。最近の上海はほとんどの店がすでにもう開いていて人も多く出ています。ですので街が非常に明るくなっています。以前の上海とだいぶ変わらないようになってきたと思います。今日はこのジンホン茶の中でご飯を食べたいと思います。ここは日本のお店が多く入っています。招き猫です。せっかくなので正面の入り口から入っていきたいと思います。車も結構増えてきました。私はさっきタクシーに乗ってたんですけども結構渋滞していました。今までは渋滞というのはほとんどなかったんですけども、以前の上海のように本当車も増えました。人も多いです。まあ、今週からですね、上海は完全にもう経済の方に舵を切っていくということです。この地下にはアピタという日系のスーパーが入っています。ただ実際の資本は今日本の資本は引き上げたみたいです。ここに日本の島村があるんですよ。どれでも全部10元というダイソーがあります。さらに地下2階へ行ってみます。ここにはフードコートがあります。結構人が食べていますね。ここにはすき家があります。ここの韓国料理屋なんかもう満席ですね。焼き鳥大吉。この先にはワンダという不動産会社のグループの映画館があるんですけど、さすがに映画はやってないですよね。ちょっと一応確認したいと思います。やっぱりそうですね、映画館はやってないですね。営業許可は出ないと思います。映画館はやってないですけども、飲食店の雰囲気とか、まあ、人の歩いてるのとか見るともうちょっとガラッと雰囲気が変わった感じですね。結構なんか楽観的というか、まあ以前の上海にだいぶ戻りつつあると思います。いやでもここまで雰囲気がガラッと変わってるとは私もびっくりしました。こんな短期間で変わるもんなんですね。
それではここのとんかつ屋で食べてみたいと思います。たまに来るんですけども、本当普通に日本で食べるとんかつとそんな変わらないぐらい美味しいですよね。まあ値段はおそらく日本と変わらないと思います。こういうとんかつのセットが103元なので、まあ日本円で1500、600円ですので、多分日本と変わらないと思います。私はこの 260g のとんかつを食べたいと思います。ここはサラダと味噌汁とご飯は食べ放題です。